大輝、今日の休みは何をするんだ？うんち。うんちだって？他にやることあるだろう。あれ、ゲームって言ったのになぜかうんちって言ってる。本当は何をするんだ？うんち。やっぱりうんち？どんだけうんちする気満々なんだよ。うんちしか言えなくなってる。これは何かの病気だ。病院に行かないと。病院到着。あら、僕、お名前は？うんち。うんち？すごい名前だ。最悪な名前になっちゃった。それじゃあうんちさん、中へどうぞ。なんだなんだ、うんちって名前のやつがいるぞ。あー、変な目で見られてる。最悪だ。あー、僕、今日はどこが痛い？うんち。うんちが痛い？どういうこと？体が悪いんじゃないの？あー、症状が言えない。どうしたらいいんだ？体が悪いんじゃないの？今日は何しに？うんち。なんだ、トイレ借りに来ただけか。なんで？なんでそうなっちゃうんだよ。結局病院行っても何にもならなかった。お腹空いたし、ファミレスで何か食べて帰るか。いらっしゃいませ、ご注文は？うんち。え、うんち？ご注文はうんち？はい、うんちです。こんなもん食えるか。うんちとしか言えなくなっちゃって、仕事も大変だ。おにぎり欲しいんだけど、これいくら？うんち。うんち？うんちと交換でいいの？最悪だ、うんちと交換されちゃった。こんなの生きていけない。チャンネル登録よろしくお願いします。